行っちゃう。それが気になります。で、そう、寝ても寝ても眠い、今日やばいわ、眠い日かも。てかネイル変えないと伸びてきた。可愛いですか？何、今日眠たい、寝てる、めっちゃ。ゆねの生誕、そうなんですよ、発表されました。もしかして、楽しみすぎ、楽しみすぎ。結婚はちょっと今日は眠たすぎるから無理ですね。危ない、ほんまに危うく OK 出してしまうところでした、眠すぎて。でもね、なんかそんなに眠くなかったんで、急に眠くなってきた。配信じゃないわ、生誕に名前あってびっくりしたところ。びっくりした。今日はこのボロボロのパウダーを結構粘り強く使ってます。意外とね、持ち運ぶのは不可能やけど、家の中やったらいける。ゆうねさんの生誕、実は実はの話ですけど、マジで11期の中で一番ゆうねと一緒にいるから。なので、そんなゆうねの生誕に出れるということはとても嬉しいですね。マジで実話すぎるけど、マジで毎日一緒にいるんですよ。でもお互いそのことをさ、別になんか日常すぎて別に話してないから、マジでみんなには結構驚かれるかもなんですけど、マジで一番一緒にいます。結構パウダー使えるぞ。左正面、まだ信じられない。やっぱそうやんな、結構意外かも。全然タイプ違うし、なんですけど、なんか一緒にいるんですよね。結婚はちょっと眠すぎて今日できないんですよ、危ないから。眠すぎてね、判断力が鈍ってるから、危うく OK を出しそうになっちゃうから、まあそれは危ないという判断に至りましてね。あー、またこっちの、次はこっちのパウダーがもうやばいんだよ。すごい、パウダーもなんかやばくて、今まあいけるよ。昨日ポッキー食べてない。だけど今日あのポッキー買ったらもらえる風船みたいな、あれめっちゃ好きで、昔よくあれで遊んでたなって思いました。懐かしいなーと思い出しました。
あ、でも持ってる人いて、街中で懐かしいってなった。大きいの風船でもあれめっちゃ昔からあるのすごくない？何味？あ、今日かね、一個好きなのある。ちょっと名前は分かんないんですけど、冬の口どけみたいな、多分冬限定のちょっと豪華なやつ、あれマジで好き。ていうかほんまにお菓子食べないんですけど、でもあれだけはめっちゃ好き。めっちゃ美味しいから、あれなんかね、普通のポッキーよりもチョコが太くて、あれマジ美味しいねんな。てかなんか冬のチョコって美味しくない？ミルティーキスも好き。ミルティーキスって一年中売ってる？もしかして。やばい、今日めっちゃ眠いぞ。僕ポッキー1ミリも食べてない。てかね、昨日11期の日でさ、なんかツイートしようと思ったけど、なんか気づいたら1日終わってた。間に合わなかった。悔しい。今日も11期の写真載せようと思ったのに無理だった。悔しかったですね。なんか今日めっちゃ目乾燥する。みんな何してるんですか？今日はちなみに平日です。今日は曜日感覚あるんだ。普段は曜日感覚ゼロだけど、今日は平日の火曜日っていうこと知ってます。すごいでしょ。3時まで寝てた。今日かもそれぐらいまで寝てたな。マツパは安定に上手にやってもらったし、あのまつげ美容液まで買ってきました。仕事してた、偉い。僕なんて今日何もしてないのに。もうちょっとまつげが弱ってて、上がってるんですけど、シンプルにまつげが短いなーっていう感じ。眉毛でも描こうっと。今日は眉毛を先に描きたいと思います。でもね、眉毛先に描いたらマジで太くなんねん。これなんでやっても、なんかアイメイク全部完成させてから眉毛を描いたら太くならないっていうのを見て、そっからずっとやってるんですけど、もうそしたらマジであんまり太くならんくなってんけど、なんかアイメイク完成してない状態で眉毛描いたらマジで太くなる。だから今から太くなる眉毛をご覧あれ。あぶねーってばよ。ねえ、眉毛難しい。てか整えたい。今日のマバメの写真すごい。この誰だろう。え、何送ったっけ。何の写真送ったかな。あ、わかった。あの壁もたれ界隈のやつね。
そう、キティヘア。またやりたいな、キティちゃんヘア。可愛かった、あの髪型。でもね、最後に楽園の階段の衣装で帽子をかぶっちゃうから、あれで脱いだ瞬間にもうリボンが潰れてて、あーってなった。だからやっぱり一日帽子をかぶらない日にやりたいですね、また。眉毛サロン行きたい、絶対行った方がいいわ。なんかたまに思う、いつもは前髪で隠れてるからあんまり気にならんねんけど、久々にデコ出しとかするとやばいみたいな、眉毛変かもってなる。だから普通に眉毛上手になりたい。あとは眉毛マスカラも塗りたい。買えばいいやんって話ですよね。やばい、今日眉毛上手にできた。あんまり太くならずにできた。てかね、京香ね、なんか結構周りの人全員に京香の前髪何が好きかアンケート取ってるんですけど、やっぱりなんか先輩とかグループの人はすごいパッツンが多いけど、普通に友達とか家族とかは絶対に分けてるのか、大人っぽいやつ、前髪なしのかき上げのやつか、薄めの流し前髪か、なんかそういうのが多かった。マジで友達にパッツン派がゼロすぎてびっくりした。逆にやっぱり好みだなと思いました。21人の公演待ってるね。21181結構近く、たくさんある。おお、今日綺麗にできた。ちなみにみんなは何の前髪が好きですか？京香は薄めの流してるやつかな。パッツン派。マジ不思議だな。パッツン可愛いかな、京香の。流してるの好きだよな。逆にアイドルとしてはパッツンがいいんだろうなって思うから、だから逆にファンの人は逆にパッツン以外言ってたら、おお珍しいってなる。まあ全部好きだよな。でもなんか全部一気にさ印象が変わるからすごいなって思う。そう、なんかインスタ見てなんかパッツンの写真が幼すぎておもろかったって言われたもん。中学生の教科思い出したって言われた。流してる方が好きだよな。やっぱね、自分はね、そっちの方が似合ってると思う。だから最近また流してるねん。またブームが来たら、ないのが好み。嬉しい、教科もないのが一番大好き。正直、今日ちゃん前髪ないのが一番似合ってると思います。とこの前のカジケンスタイルの斜め前髪か、あれもやりたい。あ、15分経った。確かに使い分ければいいか。ということでね、カジケンのやつ見た？映ってた？後ろ姿映ってたよな。ハートありがとう。じゃあね、みんなもう終わっちゃうから 急にもう終わっちゃうから、バイバイみんな。いいですか？もうみんなバイバイだよ。
またメールで会おうね。バットなので終わります。今日も可愛い？可愛いですか？可愛いだけでいいですか？メイク配信で髪留めてるの好き。わかる。この状態結構漏れる漏れるっていうかなんか可愛い。じゃあねみんな、今日はあんまり長くないです。ちょっと早いんですけど、寂しいけどバイバイです。寂しいけどバイバイです。今日は全然メイク配信じゃなかったけど、メイク配信でした。じゃあね、また明日会いましょう。明日はなんだ、さようならみんな、バイバイ。なんで終わらんねんって思ったでしょ。眉毛綺麗に描けたなって見てた。あとまつ毛綺麗だなって、と唇の上だけ血色ないなって思ってた。じゃあねみんな好きだよ。あ、みんなツーショット会来てね。1月ツーショット会来てください。お願いしますお願いします、お願いしたら来てくれるかな可愛くして待ってるのでぜひ来てください。お願いします。あ、てかネイル変えたい。お、来てくれる、嬉しい。昨日ネイルの写真撮ったんだ、あげよう、インスタに。マジ鬼じみネイルにするから。そのうちいつ行こうかな、悩み中です。普通に伸びてきた。あ、違う、次ね、あのワンカラーの鬼じみにするかグラデーションにするかちょっと悩んでる。ラメグラにするか。でマグネットもありなんだよな。次はおとなしくパーツどける。パーツなくすんだ、ちゃんと。つらいバイバイ。13位チュチュン、12ミャー、11見えない、見えない。腹色、ウロクローバー Z。 10位ウジ、9位ドンドロ、8位ピオリン、7位猫鍋、5位6位カーショー、5位ダーイ、4位アンドハロー、3位ツッキー、2位トシさん、1位吉宗でした。ありがとうございました。バイチー、バイちゃーん。